川越ひなが教えるムラサカ感染症の注意です。ポイント1、プレイ中は静かにお願いします。ポイント2、ゴールが入ったら大きな声で喜びましょう。ポイント3、スタンドでの傘の使用はご遠慮ください。ポイント4、日焼け対策はしっかりとお願いします。ポイント5、こまめに水分をとって熱中症対策をしましょう。以上のことを守って楽しく応援しましょう。